タートしました。コースタートを切ったのはセンターから3号艇シーナ、2コース2号艇の菊池もいいスタートで1番後一気にここは攻めていく。2号艇の菊池光平、3号艇のシーナがまっくり雑誌か、その内から4号艇さらには6号艇バックへ入っていきますが、先頭は突き抜けた3号艇のシーナ、0台前半トップスタートから本線ズバッと切り込んだ3号艇好調キープのシーナ。明日2走集中して走ります。センターからは4号艇の平尾もコースタートを決めていますが、その内から伸ばした3号艇の前本が握って出ましたが、1号艇の倉岡が先手、4号艇2号艇が切り込んでいきます。バックへ入りますが、先頭は1号艇か2号艇か、先に回ったのは1号艇船岡ですが、差して届くか2号艇の平本、2号艇の平本がどうやら優勢、内から迫ってくるのは6号艇の村上です。1号艇が差してくる船岡を迎えてまいります。先頭は2号艇の平本、1号艇の平本が先行、そして2コースの2号艇茅原が差し込んだ、3号艇の深谷が外行って内をついては4号艇5号艇さらには6号艇です。今日はアクシデントになりましたが、今日は一気の挽回劇です。見事な連勝ゴールとなりそう、1号艇平本。まだ月あると思うんで、しっかり勝負できるよう頑張ります。